マリー・ルイジョルジョコロン・マリー・ルイジョルジョコロンは、フランスの生物学者、教育者である。1989年から1904年の間に、少年向けの雑誌レプティ・フランセなどに発表された、いくつかのシリーズ A 物語作品でも知られる。オートイコール・ソール県のルアーに、校長の息子として生まれた。少年時代の経験は、作品サプールキャメンバーに生かされている。 高等師範学校を1878年に卒業し、数学、物理学、博物学の学位を得た。仲間の学生には、哲学者のアンリベルクソンがいる。名門高校、リセ・コンドルセで、博物学を教えた。1884年に、リールのリセ・フェデルブの教授となった。1887年に、パリ大学の植物学の助手となり、 博物学の博士号を得た。様々な新聞に挿絵を描いて収入を得るようになり、1889年に最初のバンドでシネの作品ラファミー・ユ・フェヌーヤーを発表し、その後多くの作品をクリストフェの筆名で発表した。パリのソレボンヌ大学の講師となり、最終的には植物研究所の副所長となった。多くの植物学、 動物学の教科書を執筆した。1924年から1939年の間、ラジオパリで講義を行った。70年以上にわたって、コレージュセビニエで教職にあった。コロームは、植物の学名で命名者を示す場合に、マリー・ルイジョルジ・コロンを示すのに使われる。ありがとうございます。